どうもこんにちは、本田です。それでは今日は合成関数について学んでいこう。合成関数ってなんだ？合成関数っていうのは関数の中に関数を代入したものなんだ。日本語にするとなんかややこしそうだよね。でもこれめちゃ簡単だぜ。例えば fx=2x+1 gx=5x-3 とする。この時合成関数 f〇gx、 これは fx の x に gx を代入してくださいってことなんだ。つまり fx の x に5x-3 を代入して 10x-5 ということで f〇gx は 10x-5、 これが合成関数。めちゃ簡単でしょ。逆に g〇fx だったら gx の x に fx を代入してくださいってことなんだ。つまり gx の x に 2x+1 を代入して 10x+2 ということで g〇fx は 10x+2、 これが合成関数。ちなみに今の演習でもわかるけど f〇gx と g〇fx は一般には一致しないんだ。これも覚えよう。ではもう一問考えてみよう。例えば fx=9 の x 乗 gx=log3 の x として f〇gx、 これは fx の x に gx を代入してくださいってことなんだ。つまり fx の x にlog3の x を代入して9のlog3の x 乗になる。ここで9は3の2乗で、この2は対数の性質から真数の指数に持ってこれる。ここで t が一致したから指数の真数が飛び出してくる。つまり x 2乗ということで f〇gx は x 2乗これが合成関数。逆に g〇fx だったら gx の x に fx を代入してくださいってことなんだ。つまり gx の x に9の x 乗を代入してlog3 の9の x 乗。ここで9は3の2乗で、真数の指数は手前に持ってこれる。log3 の3は1だから 2x、 つまり g〇fx は 2x になる。これが合成関数。納得いくかな。ちなみに今の演習でもわかるけど f〇gx と g〇fx は一般には一致しないことがわかるね。今日の動画内容をまとめると、 fx と gx の合成関数は f〇gx や g〇fx で表現されて、 x の中に関数を代入することによって求める。さらに一般に f〇gx と g〇fx は一致しない。これを覚えよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。